福袋だらけや。やっほー、たまちゃんこと住吉智樹です。さあ皆さん、今回はですね、2022年福袋開封大会。今回この動画ではウィルセレクションとナイスクラップの福袋を開封していきたいと思います。それではおーちけら。今回ですね、ナイスクラップもウィルセレクションも ZOZO タウンで購入しました。 ZO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  では皆さん、最初に開封していく福袋はクラップ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 ナイスクラップ、じゃじゃーん、こちらでございます。今回ナイスクラップ福袋は2種類ありました。スイートレディセットとカジュアルガーリーセットでございます。こちら両方とも税込 13,200 円なんですけど、今回私が購入したのがこちらスイートレディセットです。一応中身は全て決まってるのかなとね、この袋も含めて全部で6点セットということで、中には5点服が入ってるってことかな。じゃあ開けていきます。オープン。なんか硬いのも入ってる。じゃあ柔らかいのからいくね。せーの、じゃーん、こちらスウェット。すごい真っ白のスウェットだ。こちら、あ、めっちゃ気持ちいい。ふわふわ。こういうスウェット系あんま持ってない。新しい扉が開くね。後ろはシンプルだね。ちょっと聞いてみようっと。最後にも全部着るんだけど、一回着てみます。え、これすごい。これふわふわ。ごめんなさい。もう完全に足元オフ。めっちゃ、すっごい中気持ちいいよ、これ。フリース素材みたいな。いい。ちなみにこの福袋フリーサイズです。私の身長は157センチ。ぴったりだね。2つ目。わっ、ちょっと見ちゃった。見る予定じゃなかったのに。まあ、いっか。2個目はこちらです。じゃーん。まさかのバッグ。じゃーん。うわ、かわいい。うっすら模様が入ってます。おしゃれ模様。こういう風に持ってもいいし、肩からもかけれちゃいます。中はお財布とスマホと軽くリップとかタオルとかぐらいだったら入りそうかな。では3つ目。じゃん。あ、トップス？ね、絶対使いやすい色だ。ありがとう、ナイスクラップ。じゃん。あ、しかもなんかこの感じ、こういうの欲しいと思ってたの。え、これどうなってんの？ここを1枚ペロッとめくると、あら、下からもう一枚。で、ここもう一枚めくると、あら、後ろの背中の布になってしまう。これ大丈夫かな？いい感じに隠れてくれるかな？不安なんだけど。でもこれ、絶対可愛いよ。着てみます。お、すごい。隠れた。待って、多分隠れたけど、待って、お腹出ちゃう。お腹出ちゃう。めっちゃプリティじゃない？ちょっと大人っぽくなるね。セクシー。ちょっとでもちょっとここが見えちゃう。ハイウエストのもの着ればいいんだよね、多分。ちょっと待って、確認します。あ、こりゃすごい。ちょっとね、次のワンピース開けてみましょう。こちらです。じゃーん。このワンピースかわいいんですよ。じゃーん、めっちゃ可愛くない？こんな感じのね、ワンピースなんですけど、上のとこがリボンになってて、裏のところがね、ゴムになってるので、とっても着やすいと思います。何がこのすごいかっていうと、上から着ても可愛いでしょ？中からも組み合わせられるっていう。オンワンピース。インワンピース。ちょっと英語がわかんない。ちょっと着てみるね。まずこれ、うわ、可愛い、このライン。こんな感じ。可愛くない？このリボンもいい感じだよね。で、中にワンピースを着るとどうでしょうか。あ、足長効果じゃんね。ここがこうなってるから、ちょっと大人っぽくしたい時にはこれがいいね。これはもうナイス。じゃーん、コートですね。このコートもプリティな色、感動ですよ。もう、うわ、絶対あったかいよこれ。ロングのコートなんですけど、着てみます。あ、あったかい。厚着しても大丈夫そうなぐらい、めっちゃ余裕ある。いいね、いいね。あとでちゃんと全身写すね。前で、あ、いい。めっちゃ使える。ポケットも前に2つあります。ロングのワンピースがちょっと出る感じかな。買ってよかったです。では2つ目の福袋いきたいと思います。こちらがウィルセレクションです。ウィルセレクションも大好きなの。実は今履いているこれもね、実はウィルセレクションなんですよ。でこちらは何が入ってるか分かりません。税込 1万1000円です。でサイズがね、一応スモールでホワイトって書いてある。開封開始。よよ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 よ。おー、さあ何個入ってるのでしょう。全部ひとまとまりかも。いっちゃいます。あ、全部ひとまとまりだ。こちらでーす。おおおお、どうなってるんだ。1個目、これはなんだなんだ。長い長い長い。パンツだパンツ。なんとこちらお値段税抜き 1万1000 円のものが入ってた。 S サイズ。こういうの持ってないよ、パンツ。嬉しい。で後ろがめちゃくちゃ可愛いの。ほら、こんな感じ。裾の方に行くにつれてちょっと幅が広くなってるタイプです。ちょっと着てみよう。じゃーん、こんな感じ。ハイウエストタイプと丈ってこんな感じなのかな。でもこんな感じか。後ろがなんといっても可愛いよね。珍しくパンツタイプです。足が上がんない。足が上がんない。本当はもっとこうやってピーっていくはずだったんだけど、足が上がんない。すごいあったかそうなので今すぐ着始めたいと思います。では2個目、よいしょ。じゃーん。あ、待って、これさ冬物だけじゃないのか。びっくり。1万2000円だって。 M サイズ。おー、かわいい。絶対かわいい。じゃーん、こちら爽やかトップス。やったね、春から着れそう。ちなみに後ろはこんな感じです。やったねー。では3つ目、ピンク。なんだ、おー、じゃーん、こんな感じのちょっとね落ち着いた感じのピンク色です。こちらが税抜き 7900 円の M サイズ。これも今から春まで着れそうだね。これめっちゃ伸びるよ。すごい着やすい。七分袖です。では4つ目、ブラウン。なんだな、これスカートだ。ロングスカート。何者かな。茶色にも見えるし、なんかちょっと光によっては若干オレンジにも見えるんだけど、ここが可愛いね、この部分が。サイズが S サイズで税込み 1万1000 円。なんだろうこれ。中に謎のボタンがね4つついてる。で後ろ側がこうゴムになってるので S なんですけど履きやすそう。ベルトめちゃくちゃいい色。わ、可愛い。ある違った、待って、違う、これこういうベルトじゃない。こういうベルトだ。だから2つついてんだ。そういうことね。納得。おお、こういうタイプ。はい、こちらです。色的にはなんか冬というか秋っぽい感じなのかな。こんな感じになっております。ではラスト5個目。じゃーん、何これ。これ上下だ。ニットとスカートで M サイズでなんと税抜き 1万7000 円。紫だ。ニットの方がこちら。かわいい。これセットアップみたいな感じで着てもいいってことよね。でもセットアップさあんまり着たことなくてさ、似合うかな。で後ろがねこんな感じですごいプリティなんですよ。スカートの方がこんな感じ。ちょっとね模様があるのね。あ、下がかわいい。裾のところがねちょっとうねうねしてる。ちょっと待って、これ着てみよう。ちょっと勇気を振り絞ってセットで着てみます。スカート可愛くない？すごい綺麗なこの感じ。上がこんな感じ。紫紫女子。可愛いしすっごい着やすいの。軽い。え、色似てない？似てる似てる似てる。後ろはこんな感じ。さあということでウィルセレクション全て開封しました。全部で5点入って、おー、なんと税抜きで 5万8900 円。すごい量が入ってたね。ではですね、最後に全部全身で着てみたいと思います。どうぞ。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回は2022年のウィルセレクションとナイスクラップの福袋を開封しました。ウィルセレクションのものもナイスクラップのものも全部可愛かったんですけど、その中でも特にお気に入りだったのがナイスクラップのワンピースでした。ワンピースというか、上に着ても下に着てもどっちでも OK みたいなトップスとワンピースのセットかな。ウィルセレクションの方もいっぱい入っていて、すごいお得だったんじゃないかなと思います。この後の動画も何本かちょっと福袋開封続くんですけれども、ぜひよかったら見てください。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。インスタとツイッターもやってるので、ぜひ概要欄からチェックしてね。それではバイバーイ。